どうも、ゆっくりしていってね。初心者解説用にかけた罠に何かかかっています。やはり結果が早かったですね。早速止めさしに向かおうと思います。その前に、最近皆さんのおかげで登録人数が増えています。とても嬉しいです。これからも頑張って動画作りますので、今後もよろしくお願いします。実は罠をかけてから1週間で結果が出ました。やはり、通っているなと確信が持てる場所は、結果が出るのが早いです。多分直感というのでしょうか。そんな場所はなかなかないのですが。今回から電源安定化のために、コンセントタップを追加でつけています。ライトがつくタイプで、ポータブル電源が勝手にオフになることを、防いでくれます。ですがこれがなかなか使いにくい。出発。はい、見えましたね。一本角がありますので、多分一面少しの個体かと思います。まずは足止めしました。おかしいぞ。最初につけたコンセントタップが抜けていました。何か固定しないとダメですね。抜刀。一回ショックを与えていたので、もう動けない状態になっています。お覚悟。だいたい今の部分が生物の急所ですね。今回は斜面の上の方なので、血はあまり出ません。これで一応完遂です。ここから後編になります。後編もよろしく。